地球の国全部行く。私が今まで90カ国に旅行した中で実際に起きた事件、戦争、宗教に関する場所6000をお伝えします。普段あまり見ることができない場所、衝撃的な映像もあります。実際に食べた名物料理もちょっとだけ紹介します。ではどうぞ。ここは十字架の丘、リトアニアの首都ビルニスから北に 220km の場所にあります。無造作に大量に置かれた十字架は5万本以上、異様な光景で圧倒されます。ここは墓ではありませんので、死体が埋められているわけではありません。間近で見るとたくさんの木製の十字架、ロザリオが無造作に置かれているのがわかります。何か異様な悲しさ、辛さのようなものを感じて、リトアニア人たちの強い思いを感じました。観光客が数人いたのですが、一人だったら昼間でもちょっと怖いですね。小国リトアニアは昔からロシアやドイツに占領され、国民たちはずっと抑圧されてきました。1831年、ロシアに処刑された人々のために十字架がここに置かれたことが始まりでした。それからリトアニア市民たちは民族の誇り、ロシアに屈しないという強い思いから十字架を増やしてきました。ロシアはリトアニアの国民の団結を恐れて、この十字架をブルドーザーで何度も潰しました。それでも国民たちはまた一から十字架を建てていきました。どこかウクライナに通じるものがありますね。1993年、教皇ヨハネ・パウロ2世はこの丘を訪れ、ここが希望と平和、犠牲者のための場所であると宣言しました。以後、十字架の丘はカトリック教徒にとっての巡礼地となり、十字架は世界中からの巡礼者により増え続けました。さらに2001年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。ちなみに入り口にあるショップで十字架を購入して自分で十字架を置くことができます。訪問した際には一つ思いを込めて十字架を置いてみてください。十字架の丘から 160km 南のカウナスには、日本のシンドラーと呼ばれる杉浦知恵を偲ぶ杉浦記念館があります。こちらも必見です。リトアニアの名物料理ツペリナイは飛行船という意味で、形が飛行船に似ているため名付けられました。もちもちのジャガイモ団子の中にひき肉が詰まっています。ここにパンツェッタ入りのクリームチーズソースをたっぷりとかけていただきます。濃厚なクリームチーズをかけて食べると絶品、ビールとよく合います。ユダヤ人にとって魂のふるさととも言える聖地、嘆きの壁、エルサレムの旧市街にあるこの壁は、今では毎日24時間無料で開放され、壁の前ではユダヤ教徒が祈りを捧げています。今から2000年以上前、ユダヤのヘロデ王は80年かけて大神殿を改築し、誰も見たことも聞いたこともない絶美の建物と称賛されましたが、70年ローマ軍により破壊されました。神殿の破壊と同時に、ユダヤ教徒は以後エルサレムへ立ち入ることさえ禁じられました。4世紀からは1年に1日だけユダヤ教徒がエルサレムへの立ち入りが許されるようになり、残っている壁に向かい祖国喪失を嘆き、祖国の復興を祈りました。壁の隙間に大量に詰まっているのはユダヤ人たちの悲願を記した紙です。夜になると石の間に詰まった夜露、水滴が紙切れを伝って落ちてくる。それが涙を流すユダヤ人の姿を表しているようであり、いつからか嘆きの壁と呼ばれるようになりました。1967年、6日間戦争後は全ての人が自由に嘆きの壁で祈ることができるようになり、ユダヤ人1900年の悲願が達成されました。嘆きの壁は神殿の丘の外壁の一部で、横幅57m、高さは19m です。地下には第二神殿時代の壁が13メートル分埋まっています。壁をよく見ると石の大きさが異なっているのがわかりますね。一番上の小さな石はマムルーク朝時代、その下4段目からはローマ時代に足されたもので、地層のように年代がわかるのが興味深いですね。神殿の丘の上にある金色の岩のドームは、現在ではなんとイスラム教の聖地。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、3つの聖地、エルサレムならではです。では実際に嘆きの壁に行ってみましょう。ユダヤ教徒でなくても嘆きの壁で祈ることができます。ただし男性限定です。入り口でキッパをもらって頭にかぶせます。嘆きの壁は男性と女性で祈る場所が分けられており、
男性は嘆きの壁に直接手や頭を当てて祈りを捧げることができますが、女性は奥の狭い場所から男性の祈りを眺めるだけです。2016年、イスラエル政府は男女で礼拝可能となる礼拝区域の設置を新たに承認したのですが、ユダヤ教の戒律に厳格な超正統派は反発しています。見てください、ユダヤ教の成人式バルミツバという行事です。男子が13歳になるとこの行事を行います。タリットというショールを肩にかけ、トーラーという律法が書いてある巻物を担ぎ、角笛を吹いて行進します。目の前でユダヤ教の成人式を見ることができて感動的でした。ユダヤ教徒たちが嘆きの壁で祈っています。祖国の復興を願い、ユダヤ教徒は今でも祈り続けます。夜中0時、改めて来てみました。ライトアップしていて、壁が夜のライトアップでより美しく見えます。夜中の方が人が多くて驚きました。金曜日日没から土曜日夕方まではシャバットといって、ユダヤ教の安息日なので写真撮影は厳禁となりますのでご注意ください。イスラエルなどの中東ではひよこ豆が名物。丸めてコロッケのように揚げるとめちゃうま。サンドイッチのように食べてもうまい。イスラエルのビールも最高です。ゾロアスター教という宗教をご存知ですか？世界最古の宗教で、今から3500年前のイランが起源です。ゾロアスター教は火を神聖なものとして崇めており、さらに水、土も神聖なものとしております。なんとロックバンドクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーはゾロアスター教徒です。彼の生涯を描いた映画ボヘミアン・ラブソディでは、インド出身のゾロアスター教徒の両親がフレディをたしなめる場面があります。人が亡くなると仏教では火葬、キリスト教、イスラム教では土葬をしますが、ゾロアスター教は神聖な火、水、土を汚すことになるため火葬や土葬は行わず、彫葬を行います。彫葬というのはその名の通り、鳥によって葬るということ。つまり遺体を鳥が食い尽くして自然に返すというものです。ちょっと恐ろしい感じがしますが、1930年代までは実際に彫葬を行っていました。で、今登っているのが沈黙の塔という50メートルほどの丘で、この頂上で実際に彫葬を行っていました。今ではもちろん彫葬は行っておりませんが、私はどうしても頂上の様子を見たかったので登っているところです。実際に沈黙の塔の頂上はどうなっているのか、もしかしたら骸骨とか転がっているのかなど考えながら登ってみました。登りながら説明しますと、ここはイランの首都テヘランから南東に 600km ほど行ったヤズドという都市で、古くはマルコポーロも訪れた町です。上からヤズドの町を眺めると荒涼としていて砂漠のようですね。遺族は死体を丘の上に運びながら何を思っていたのでしょうか。ああ、これからお母さんの遺体が鳥に食べられるんだって宗教上の決まりとはいえ辛いですね。10分ほど丘を登るといよいよ沈黙の塔の頂上です。さて、頂上は一体どうなっているのか。こんな感じで中心部分は穴が開いていますね。きっとここに遺体を安置したのでしょう。さすがに今では人骨とか骸骨とかはないです。今から90年前まではここに遺体を運んで彫葬を行っていたんだなぁとしみじみと思いました。人間が頂上に着くと上空に死肉を狙うハゲタカなどが飛び回るのかなぁとか思っていたのですが、さすがに今ではもうそんなことはありませんでした。今までに何万何十万という遺体が運ばれたのかと思うと怖い気がしますね。手を合わせて祈ってから下山しました。イランはイスラム教では少数のシーア派が 90% を占める国です。シーア派の重要な祭日の一つアルバイーンの行事で、誰にでも無料で豆を煮詰めたスープが振る舞われます。異教徒の私にも振る舞ってくれて感動しました。巨大な鍋を使って大量にスープを作る様子は圧巻でした。1979年11月、イランの学生らがアメリカ大使館に侵入、占拠してアメリカ人外交官など52人を人質にしたイランアメリカ大使館人質事件は約1年2ヶ月444日間にも及びました。イランはアメリカ大使館内部で CIA がスパイ活動をしてアメリカに情報を流していたと主張しております。この事件に対してイラン側はアメリカに一切謝罪しておらず、今でもイランとアメリカの関係は悪化したままです。大使館内部は非公開でしたが、2016年からアメリカ大使館内部を博物館として公開しております。
ここに来る前に2012年公開アカデミー賞受賞の映画アルゴを見ることをお勧めします。事件の詳細を理解することができます。まずは旧大使館中庭の風刺画の様子です。オバマ大統領がビンラディン風になっていますね。その他アメリカやイスラエルの風刺画がたくさんあって異様な光景です。イスラエルを象徴する六芒星、メノーラとアメリカ国旗を含めた風刺画が多いです。中東問題の元凶ということでアメリカ、イスラエルを批判しています。さて旧アメリカ大使館内部に入りましょう。2階は展示室になっていて当時のまま残されている部屋もあり興味深いです。この建物に今から40年前、52人のアメリカ人が1年以上も人質として監禁されていたと思うと恐ろしいですね。こちらはグラスルーム、外部の音や電波を遮断して大事な会議をする部屋で盗聴ができないようになっています。これが CIA のスパイ活動の証拠だと言わんばかりの資料、展示物がたくさんありました。1988年、アメリカ海軍はイラン航空655便を撃墜しました。子供66人を含む290人の乗員乗客全員が死亡したこの事件は、アメリカ大使館人質事件の報復だとイラン側は激しく非難しました。最後はシュレッダー、暗号通信機やパスポート印刷機などがある部屋です。当時のまま展示されています。こちらが実際に使われていたシュレッダーです。映画アルゴにも出てきました。イラン人たちが大使館に侵入してきた時にアメリカの職員たちは急いで機密文書をシュレッダーで処分しました。しかしイラン人たちはシュレッダーされた紙を組み合わせて写真や文書を再現しました。この事件を機にシュレッダーは再現しやすいストレートカットからクロスカットに改善されたのです。イラン人ガイドは20代前半の学生で、彼らはアメリカが嫌いというわけではなく真実を伝えたいと言っていました。早くイランとアメリカの友好関係が築けるようになってほしいですね。大使館そばにある小さな店で肉団子のトマト煮込みクーフテベレンジーを食べました。大きめの肉団子が1個に濃厚なトマトスープ、生の玉ねぎと青唐辛子をかじりながら食べると最高。分厚いナーンのバルバリーをスープにつけながら食べるとこれまたうまいです。サフランで色付けしたサフランアイスクリームも最高です。南アフリカケープタウンから沖合へ約 12km にあるロベン島、急な海流から脱出が困難なため17世紀から刑務所として利用され監獄島と呼ばれてきました。アメリカサンフランシスコにあるアルカトラズ島みたいですね。戦後はアパルトヘイト政策の廃止を求めた主に黒人の政治犯が多数収容されていました。その後大統領になったネルソン・マンデラはこの島に18年間も収容されていました。アパルトヘイトが終わり1996年に刑務所は閉鎖され、ロベン島は1999年に世界遺産に登録され、人類が犯した過ちを二度と繰り返さないための負の遺産となっております。ロベン島はケープタウンの港から高速船で30分ほど、ガイドツアーのみで訪れることができ、元囚人の方々がガイドをしてくれます。自由行動は禁止。ロベン島に着くとすぐにバスに乗り込み刑務所に向かいます。島の様子を説明してもらい、30分以上かかって刑務所に到着しました。ここから海を眺めると12キロメートル先にはケープタウンのテーブルマウンテンが見えます。波が荒々しいですね。年中このような感じで脱獄しても泳いで大陸まで泳ぎ切るのはほぼ不可能です。刑務所内部に入ってみましょう。ネルソン・マンデラが収容されていた B 棟の独房です。独房ごとに囚人の写真と名前、服などが展示されていました。通常の刑務所では刑期となれば釈放されますが、ロベン島の政治犯たちは刑期はなくずっと収容されていたので、独房はその人専用だったのでしょう。広さは2メートル四方ほどしかなく、御座のような薄いシート、トイレ代わりのバケツや小さな机だけしかありません。ロベン島の刑務所にはなんとサッカー場が併設されています。囚人たちが交渉の末に勝ち取った権利で、唯一の娯楽として毎週サッカーのリーグ戦を開催していました。2010年サッカーワールドカップが南アフリカで開催され、
開会式にネルソン・マンデラも出席したことで世界中から注目を集めました。最後に元囚人のガイドさんと握手、優しい眼差しのガイドさんでした。アパルトヘイトが廃止され、釈放された囚人たちが船に乗ってアフリカ大陸に戻る時の写真です。笑顔とフリーダムの文字が輝いて見えました。最後におまけ、ゴルゴ13第50巻ロベン監獄島ではデューク東郷がこの刑務所にわざと収容されて活躍しますので、興味がある方は読んでみてください。エチオピアの首都アディスアベバにある殉教者記念博物館は、第二次世界大戦後軍事評議会デルグ制限下で弾圧迫害により亡くなった人々の記念として2010年に設立されました。博物館には拷問器具、頭蓋骨と骨、棺、血まみれの服、犠牲者の写真が展示されています。たくさんの骸骨がそのまま展示されていて驚きました。顔写真、名前付きで人骨がガラス張りのケースに展示されていました。誰か分かっているなら墓に埋めてあげればいいのにと思ってしまいました。エチオピア国内の粛清からエリトリア独立戦争などに発展し、エチオピア国内では飢餓が拡大し100万人にも及ぶ難民が流出しました。このようなことは二度と起こさないようにという戒めの博物館です。コーヒー発祥の地エチオピアで飲むエスプレッソコーヒーは濃厚で最高でした。以上、ご視聴ありがとうございました。